はい、皆さんこんにちは。シークレットガーデンのテティです。今日もですね、珍しいナーの小型球館が咲いたんで、紹介したいと思います。今日紹介するのはですねロムレアですね。一応これはですね、ロムレアギガンティアの名前で、南アフリカの業者さんから、来たんですけど、一般的に言われてるギガンティアとは全く、見ても分かる通り違うんですよね。でですね、非常に大きな花が咲く種類ですね。ちょっとね、これ撮るのに、調べてみたんですけど、ちょっとね、確証はないんですが、多分フラバーが、一番該当するんじゃないかなと思いますね。なんで、ロムレアフラバーが正しいかなと思います。と、一応ね、フラバーにはね、現在4亜種、記載されてて、そのうちの一つじゃないかなと思いますね。と、ちょっとね、知ってらっしゃる方は、フラバーって聞いてわかると思いますけど、実はフラバーって黄色い種類が、メインっていうかね、一般的に出回ってる、タイプだと思うんですけど、これはね、見ての通り、グランディスカープみたいな感じで、そうですね、薄いブルーが、こう乗って、すごい非常に綺麗な種類ですね。真ん中が黄色くて、非常に綺麗だと思うんですけど、もう一つね、特筆すべき点があって、この、花、とても大きいんですよ。ちょっといいですか？ほら、これ指。だいぶね、大きい、花だと思いますね。ロムレアは、こうなんていうんですか？アフリカンクロッカスみたいな感じで、アフリカのクロッカスみたいな感じで言われるんですけど、そうですね、クロッカスに引けを取らないぐらい綺麗だと思いますね。花の裏側もね、グリーンで綺麗なんですね。ほら。すごい綺麗だと思いますね。こんな感じの花です。ね。そうですね、栽培はですね、非常に簡単で、誰でもよくできると思います。ただ繁殖なんですけど、分球がね、ちょっと、やや、鈍いんで、繁殖するんでしたら、種子を取って、で、繁殖するといいんじゃないかな、なんて思いますね。種子はですね、よくできるんで、そんなに難しくないと思います。ハケでシュッシュッシュッってこう、花粉を中途に受粉してあげれば、全然普通に、種子もできるんで、種子繁殖が簡単なんじゃないかななんて思いますね。ただこの種類、探してもね、なかなか見つからないと思いますね。フラバで探しても黄色いこうなんか種類が多分該当すると引っかかってくると思うんで、なかなかね、フラバでこう探してこういう色彩の、こういう個体を探すのは難しいんじゃないかななんて思いますね。うちではね、来年以降、夏ぐらいには、いろいろと、なんていうんですか、種子なんか、種とか、それから一応、球根もね、たくさん増やしてるんで、そんなのもね、皆さんのね、お手元にね、出すことができればいいなぁなんて思ってますね。興味のある人はね、ぜひね、こんな綺麗な種類をね、栽培してみたらいかがでしょうかね。鉢栽培にね、非常に適してるんで、いいと思いますね。はい。じゃあ今日はですね、ロムレア、グランディスカ、ごめんなさい、ギガンティアの名前で来た、インボイスがギガンティアなんですけど、多分ロムレアフラバーじゃないかっていうね、そんな種類を紹介しました。それじゃあ、また別の動画でお会いできることを楽しみに待ってます。それじゃあ、バイバーイ。